瀬戸内奥町の寺正田山長日寺に伝わる投げ銭供養は江戸時代から伝わるとされ、市の重要無形民俗文化財に指定されています。コロナ禍で4年ぶりに通常の形で行われ、およそ200人が集まりました。僧侶が初盆を迎える個人の名前を読み上げると、家族らが一斉に紙で包んだ賽銭を僧侶の周りに投げ入れます。投げ銭供養は寺に納めた賽銭の額がわからないようにするため始まったとも言われ、今回は過去2年分の90人の名前が読み上げられました。いい法要だったなと思います。しっかり投げれてよかったです。しっかり投げました。両手にいっぱい掴んで面倒見てもらったんで、兄さんありがとういう感じ。皆さん一つ一つ気持ちを込めて作ってこられたと思うんです。それをこういうふうに投げていただいて、新仏の方の供養にもなったと思います。投げ銭供養は毎年海の日前後の休日に行われています。